という方で、今日も引き続き英語脳を鍛えるトレーニング行ってみましょう。前回はですね、過去形でしたね。過去形とそしてアイテム、過去形のアイテムは何ぞやっていうのをやりました。その前はね、いつも形の現在形とアイテムをやりました。ということは今日はそうです、Future Tense ということで、未来形です。未来形をどうするかっていうことと、あとは展開アイテムっていうのを、今日をまたやっていきたいと思います。はい、未来形といえば何ぞやっていうところなんですけれども、未来形、現在があって過去があってそして未来がありますよね。今まだ起こり得ない、わからないことが未来形にはなるんですけれども、じゃあ未来形どうしたらいいかというと、過去形の場合はバーブを過去の形に変えました。 ED だったりイレギュラーバーブといって、バーブ自体が eat、ate に変わったりしたっていうことをやりましたね。で、future tense っていうのは、2つやり方があります。まず1つは will を使います。主語の後に will をつけて、産後文を作っていきます。なので I will drink tea というふうに I will、 ここね、主語の後に will、 そして drink tea、 バーブをつけて、ナウンをつけるという形になります。これが一つ目。二つ目が、be going to っていうのを使います。例えば be っていうのは be 動詞の be という意味になりますので、 I am going to drink tea、 I am going to drink tea、 ちょっとこれは長めになります。 he だったら he is going to drink teaHe is going to drink tea になります。はい、このように、will もしくは be going to というのをサブジェクトの後、バーブの前にひっつけるというのが未来形になります。で、この2つ何が違うのっていうふうに、こうね、質問も来ることが多いかなと思うんですけれども、基本的には未来の形を表すので一緒です。細かく言えばもちろん違ってくるんですけれども、何度も何度も言いますけれども、英語脳を鍛えていくためにはまだそんなに細かいところは必要ありません。はい、だん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 ね、こう英語に慣れてきて、ニュアンスというものが分かってきますので、そうなってくると will と be going to の違い、若干の違い、一緒でいいんだっていうところも分かってくると思います。そうなるまではもうどっち使っていただいても結構なので、とにかく未来だよっていうことを伝えるっていうことのところが大事だと思いますので、そんなに細かいところ誰も、初心者には求めないので大丈夫です。そういったね、細かいところを考えちゃうとやっぱスタックしちゃうっていうのが一つの原因でもありますので、未来を表すということではこの2つの未来を表すことができますので問題ございませんので、どちら使っていただいても結構です。私は短い方がいいから短い方を使うっていうのが好きですね。はい、もう本当にそんな程度、短い方が言いやすいから短いのを言うとか、はい、そんな感じで結構です。チョイスしていただいて結構です。ということで、Future Tense のアイテム何か分かりますか？3つパンパンパンって出てきますか？過去だったら Yesterday ありましたね。ということは Future Tense だと Tomorrow です。そうです、 Tomorrow 出てきます。そんな感じでちょっとまたね、I'll give you 2 minutes 2分、また動画を止めてメモしてください。メモをする時の大事なポイント、言ってから書く、 Tomorrow って言ってから Tomorrow を書く。スペルはどうでもいいです。今は英語のを作る上ではスペルは特に、間違えたってカタカナだっていいです。カタカナなんだけどいいんだけれども、発音はねやっぱりね、いいに越したことはないから、ちょっと頑張って Tomorrow でなくて Tomorrow って言えた方がいいかなとは思うんですけれども、スペルは別に喋るときに必要ないので、英語脳にも必要ないので、スペルは間違えても構いません。書かなくても大丈夫です。はい、私もよくスペルが書けないときあります。あれこれなんだっけみたいな、フォニックスでちょっと書いてみるけど間違ったりとかも全然するので、はい、そんな感じで、英語脳にフォーカスするときいらないということだけ、また、どこにフォーカスするか大事ですので覚えておいてください。ということで止めていきましょう。 Go! はい、
どうでしたか？皆さんたくさん出ましたか？仲間がいる方は仲間でぜひシェアしてみてください。一人の方はそうだな、プラスワンの生徒さん、一般会員の生徒さんはディスコードがありますので、ディスコードでぜひぜひシェアしてみてください。いろんなアイテムあると思います。はい、ということで、今日私がシェアするのは先ほども言った Tomorrow、 そして Next Month、 Next Week、Next Day、 いろいろありますよね。 Next をつけるだけでこう次のという形になりますので、Next 何々にも使えます。そしてあとはもう簡単に In the future、 未来ね、 In the future、 Future、 Future tense の Future、 In the future っていうのを、3つちょっとやってみたいなと思います。はい、ということで今日のレベルなんですけれども、レベル1の方はこの3つを使っていただいても結構です。同じのを使っていただいても結構なので、3語文、まあね、もし無理だったら全部主語は I、 そして Will で全部やってみてください。 I will 何々、そしてこの3つ、私が言った3つを頑張ってみてください。ちょっとねレベル1でもハードになってきたの。これがプラス1なの。だんだんね少しずつね、スパイラル学習って言ってこう少しずつ増やしていくっていうのが英語を上達する上ですごく大切。はい、ということで、レベル1は、主語は I でいいです。そして使うのも Will で統一しましょう、もしくは Be going というどっちでもいいです。どれか1個に統一しましょう。そして、私が言った Tomorrow、 そして Next Month でいいかな、 Next Month in the Future、 この3つを使ってやってみてください。そしてレベル2の方は、主語もいろいろバラエティに変えて Will だったり Be going to だったりいろいろ使って、さらに、今日も6つ難を出していきますので、6つ違うアイテムを出してみてください。そしてレベル3の方は発音にも意識を向けてやってみるということを心がけて頑張っていきましょう。はい、ということでメモを見ながら全然やっていただいても構わないので、3語文のところはちょっとメモはなしで、今日もやっていきましょう。では早速 Number 1 is pet。 はい、Great! So, 私は将来犬を飼いたいなって、今も飼ってるんですけど、飼いたいなっていうことで I will have a pet in the future. I will have a pet in the future にしてみました。皆さんは何にしましたか？はい、そして Number 2ですね。 Number 2は Time。 はい、Okay, time は、確か kill を使って、まあね、暇つぶしをできるからいいよみたいな感じ、時間つぶすよみたいな感じで使ったと思うので、He will kill time. He will kill time、にしました。で、待ちぼうけを設定も結構ね、私はやることが結構あるので、That's okay みたいな感じで使いますね。はい、 He will kill time. Good. Alright, next one is doctor ですね。 doctor、 はい、 doctor やってみましょう。 okay、 さあ doctor、 今日はねちょっとね、いろんな使い方のドクターをご紹介しようかなと思ってこうしてみました。I am going to see a doctor next Monday. I'm going to see a doctor next Monday. Okay? I am going to see a doctor. See a doctor. で、病院に行くという意味合いになります。まあ、ドクターに会いに行くっていう感じですからね。クリニックとかね、行くときに I am going to see a doctor.で、週末なのでお休みだから next Monday っていう形にしてみました。 I'm going to see a doctor next Monday。 はい、皆さんもうなんかね、聞いただけで理解できるっていう方増えたんじゃないでしょうか。はい、では次行ってみましょう。皆さんのまたね、聞きたいのだから、対面レッスンとかだって聞けるからすごく楽しいんだけど、ちょっとね動画だとなかなか不可能な、コメント欄にみんななんかシェアしてくれたら嬉しいかも。
みんなでね、シェアできると思います。Okay! Next one is music. Music. Okay? Go!はい、ミュージックは私は、She is going to listen to the music tomorrow. She is going to listen to the music tomorrow. にしました。アイテムは tomorrow.、そして、She is going to listen to the music. という形にしました。はい、ということで次が number 4は party. Party. はい。Okay, my answer is they will go to the party next week. They will go to the party next week. はい、にしてみました。まあ、next weekend でもいいかな。うん、なんかね、パーティーといえば週末かなっていうイメージがあるので、next weekend の方が、まあ、もしかしたらベストかも。はい、皆さんは何にしましたか? Okay, number six. Right? Number six.You. はい。Okay. Last one is I will call you later. I will call you later. これめっちゃ使います。あと電話するねっていう時によく使うので I'll call you later.で、I will をひっつけて I'll call, I'll っていう風に発音することもできます。レベル3の人はぜひチャレンジしてみてください。I'll call you later、ね。call も上だからすごい難しいかも、下の使いが。I will call you later。I will call you later。いっぱい L があるって感じかな。はい。っていうところを今日はやっていきました。Later がアイテムでしたね。はい。ということで、Future Tense とアイテム、皆さんできましたでしょうか?ね、産後分さえできれば、理解が早くなります。で、これを鍛えていくと、リスニングもめちゃくちゃ早くなります。ということで、一石二鳥なので、できるところから始める。英語のって言っても難しいところをなんかね、みんなやり始め、やりたがる?難しいところから入って結構挫折する方が多いので、最初はこのステップでやっていくと、脳をこうね、騙せるというか、脳をその英語、言語脳にできていくので、ぜひぜひ試してみてください。ということで今日はステップ2。ですね、ステップ2は今日で終わりです。明日からはステップ3に進んで最終の英語脳の仕上げに行っていきます。仕上げになっていきますので、また頑張っていきましょう。それでは I will see you next time. Bye bye. マスター、今日はおまけの部分をつけていきたいと思います。おまけの、テーマは、無理さないで日本語を返さないで理解できたと思います。